カズちゃんクッキーありがとうザッキーキャンディありがとうさやまっちさんクッキーありがとうゆずきちさんクッキーありがとうつよぽんクッキーありがとうあて嬉しいありがとういつも返信もうまめのマサが一緒にお出かけしたって言ったからカルノリさんあ間違えちゃったカノカノルリさんカノルリさんこんばんは てくれてありがとうございます。三期研究生の長谷川ノアです。メイリ君キャニありがとうポチャさんキャニありがとう。ペガキャニあ,ありがとう。コーラさんクッキーありがとう。マウントマウント採に来ました。今日マジで幸せ空間でしたよ。 空間が空間がもう新,新幹線じゃない <laughs> あやばいちょっと待って頭がもう働いてないかも空間が幸せでした幸せかぼちゃさんありがとうくまぽんお疲れありがとうじゅたけさん大好き大好きありがとうじゅたけさんじゅたけさんがラービュー特に本当ありがとうしおさん結婚して んちょっと今日はバレンタインでママさんと遊んできたのでできません今日の髪型そうハーフツインハーフツインなんだけど私はハーフツインが好きなのであのー、STU48 のハーフツインキャラになりたいです宣言しとこう娘ロディちゃんありがとう STU で一番お肌綺麗いやマジでその自信あります私も ここんなことあんまり言えんわ嘘ですないかもさっきキャンディありがとうロボリン結婚して嬉しいありがとう同い年ですママさんとそうなんですよロボリンありがとうそうしかも待ち合わせ しててなんかマネージャーさんを勧誘兼誘してあのー、話したんですけどたまたま合わせたとかじゃなくてたまたまハーフツインが一緒でそうでもママさんよくハーフツインしてるイメージあるから。 手が勝手にハーフツインにしてた <laughs> でもハーフツインが好きなんですよね私はケンさんありがとうメイル君ありがとう次は自分がママとイチャイチャデートしたいからうんちょっとママさんと幸せすぎてできないかももう一生ママさんとデートしてるかも秋葉さんクッキーありがとう さんかきありがとカズち,ちゃんありがとうギョんンさんありがとうしかもあのある他のえ言っていいかわかんないからあれだけど他の先輩とも会った他の先輩とも会いましたももさん可愛かったですよ可愛かったなんかクローズ <laughs> 行こうとしてたお店がクローズ ククロローーズズっっっってててててて書書いいああドママさんが「クローズドっっ」ママズドっていう名前 <laughs> クローズドって書いてあるから私が「あやってないですね」って言ったらママさんが「クローズド」って書いてあるから「クローズド」っていうお店なんじゃないって言ってクローズドって Google で検索し始めて <laughs> そ<う>。で <laughs>。 で最初クローズでなんかその英語の綴りで入れて違ったのね。で <laughs> あの違ってクローズいやあの英語で「閉まる」って検索してみてくださいって言ってそしたら「本当だえー、でもこの D は何 ?D って何?」って言ってて <laughs> それがうん可愛かった <laughs>。 そこらへんからもうあのなんかあの英語は聞かない聞かないでおこうと思ったんだけどなんか穴子穴子飯食べたんです一緒に穴子飯を食べたんですけど穴子飯のメニューの裏が英語だったんですねで <laughs> それねなんか あのー、裏の英語のページを必死に読んでました <laughs> いやほんまに「ED」は動詞のかっけえ英語部のえそうなんあれれあれれれそうえでも今日平日だったけど人が結構多かったです え宮島見かけたえ恥ずかしいんだけど恥ずかしいですよそれはえでもなんか宮島であのなんかカメラ撮ってる人がいたから邪魔かなと思ってあのサササってよけて通ってたらカメラずっと私たちの方に向いててえ怖い怖い怖いって思った遭遇え私結構遭遇します 結構騒遇しますおあから自分落としてじゃあちょっとおは落とし穴ほっときますねいちゃいちゃしてもバレたかもバレたかも, <laughs> バレたかもえ何かちょっと恥ずかしいな天然道車のどのからえでもえっ何だろう杉の木と夏ぼっくり は同じ木なのかっていう会話をしたかもバズり写真をいっぱい撮ったえっそうなのでもちょっと一個ね撮りたかった動画があってバズり動画でまあ、撮りたかったって偶然見つけたんだけどえっはい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 

でその紙袋の持ち主は必死に「ちょっとやめてやめてよ」みたいな感じでやっててでも鹿はもうブン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 ってやってんの紙袋ねブン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 ってやってて紙袋もう本当に「うん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 って言っててでビービービービ,ー,ビーって言って紙袋がなんかロー,ルロールみたいに破けてねあの中身がね出ちゃうっていうあの。 部分に探したんだけどそんなんバズるやんそんなんう過激過激派組織シカーズみたいな感じの名前が付いてるんじゃないかってぐらいもう過激派でした過激派でした過激派で,したでもうめっちゃおもろくしかかわいいいやかわいくないかもちょっと怖いかも <laughs> ちょっとごめんけど怖いかもしれない いやそれなでもなんかあれやったよなんか私のかばんも食べようとしてきた鹿がいたので威嚇しました「う」ってしたらなんか「シーラね」って言って逃げてきました <laughs> そういうのいいと思うえ 猫カフェ行きたいのッ鹿せんべいから猫カフェになるのおも,もろい猫カフェ行きたいねっていう話もしたももさんと威嚇かわいいじゃあみんなももしお話し会で私のカバンを食べようとしてきたら威嚇するんで <laughs> 私のお話し会怖くね落とし穴もあるし威嚇もされるし めっちゃ怖いやうそいいでしょいやでもさりょうたさんめっちゃいろいろ飼ってるからほんまに飼いそうやわちょっと怖い怖い我が家のワンコは宮島の鹿にどつかれたことえかわいそうワンコがごめん私でもワンコにどつかれたどころがもうぶぶんぶっ倒されたもぶん殴られたことあるのでワンコに。 ごめんけどぶん殴られた過去をちょっととりあえずね謝ってほしいね犬業界の犬の犬社長さんえー、マジで、えー、何回も言うけどこの犬エピソードは本当に怖,い怖くて当時130何センチぐらいの私の身長と同じだった犬は同じぐらいの犬だったんですけどその犬は。 もう私の頭をバーンとパンチして私は道路に飛ばされるっていうねマリオのステージいやもう <laughs> あマリオってこっちかポーンと思うかんーンの方は私ちょっと苦手なのでイージーモードにしてほしいかもそうなのえ待ってる待ってるか でも今日鹿少なかったよね。これの準備できるじゃええー、じゃあどうしよっかな。うーん、なんか、お話ししてたら、突然私の後ろにゾンビが出てくるっていう仕掛けとかも、あの、あるかもしんないよー。<laughs> 今の何よー。<laughs> ちょっと待って、怖い。普通に一人でこんなこと喋ってて。伊藤さん、クきありがとう。 引き地をの時に取りに行って満潮になるまで待ってみたバズるあああの時間帯がちょっとね分かんないけどあのでも今日の宮島はあの海があのいっぱいたっぷり入ってましたあのかなうと宮島行った時は海がもうなんかすっからすっからかんでそうなんかわかめみたいな感じだったんだけど海が。 でも今日はワカメがあのワカメワカメじゃないえ今日はその海がたくさんあの入ってたので綺麗でした「引き地を満潮読めるんだ」いやちょっとだってそれびっくりされて困るんだけど私はビビリだから鹿にあんま近づいたことないかもいやちょっとわかるかも鹿は本当に。 やだ,、うん、やだかもえ小学校の修学旅行で京都奈良だったんだけど鹿せんべいあげました鹿 <laughs> せんべいあげたなんか鹿せんべい食べてみるみたいなのあるじゃんちょっとなんか嫌だったから食べなかったけど食べてみたい そう,そう,そうトライまで行けなかった行けなかった今日 X にあげたカフェ写真はも,もさんがそうも,もさんが撮ってくれましたえっんかあはい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 あのアイドルアイドルあるあるメールんアイドルあるあるねでも待ってメールっていう言葉がつられたアイドルあるあるなんだけどなんか たどりたどりって結構技術が必要なんですよであの先輩えまず最初先輩に初めて写真を撮ってもらったのが清みさらさんなんですけど清見紗良さん写真撮るの上手すぎてびっくりして「えたどりってこんな感じになるんだ」って思ってえまずそこで感動したんですよで今日ももさんと遊びに行ってももさんに写真撮ってもらったんですよそれをめっちゃ漏れて 盛れるって思ってでももさんはもうマスターなので「なんかえここ,のここら辺の光加減良さそう」とか「でも私なんて光の加減なんて気にしたことなくて逆,逆光のままはい、えー、っーみたいな「あでなんか顔暗いんだけどまあ、いっかー」みたいな感じだったんだけどいやプロ意識が高すぎて自分もこれから光の加減を感じ取ろうって思いました今日。 <laughs> やばい息するの忘れて喋ってたからちょっと二酸化炭素中毒そうそうそう今日のツイートの写真大ファンやった梨紗子からもメー,ルメール来たんだよねメールじゃない LINE 来たんだよ可愛い,いって来た嬉しかったまだ今日えてかなんか最近ツイッターでエゴサするのが怖くなったのでやめました 今日初めて行きましたでも場所が分からなかったのでの島全体を歩くことはできませんでしたえっ結構難しいよねなんかだからあの結構ママさんが案内してくれましたママさんがイケメンだったなんかいろいろ探してくれたりとかしてフィグを探せあフィグをなんか探せメールを頑張って撮ってるところを私は撮りました <laughs> <laughs> ちょワンアウト取っちゃったかももも相手してくれえ本当にちょっとごめんなさいかもしれないもう私があのワンコにぶち倒される映像が撮れてしまう、うん、それはそれでバズるかもしれないけどちょっとそんなぶち倒されてまでもバズるってのは怖いですカフェのドリンクの取り方はえわ分からん え正解なんですかねでもこぼれそうだったナポリンさんありがとうエゴサっ怖いですよねえ怖いなんかえなんていうのツイッターでツイッターで多分悪気がないっていう言葉の方が傷つくからなんか怖いです私はなので私は最近はあんまり見ないようにしました なんか別にツイッターえツイッターってさ見てて分かってさなんか書いてるわけだからさなんか怖いよね日本の世界のみんなが優しくなればいいんだろうなって思います今日は怖い話が多すぎるええじゃん 本当にあった怖い話とかしてみるろうそくつけて真っ暗にして「ラーメンチョコと私どっちかうまいか試してみる」やばい噛んじゃったんちょっとチョコかもしれないももさんはラーメンと先輩後輩っていうより高校の同級生って感覚でいたいしらしいえらしいめっちゃ嬉しいよねでもなんか シンプルに同級生ってだけでなんか同級生っていいよねなんか同級生のその04のノリみたいな <laughs> 04のノリみたいなのがあってそうだからなんか同級生いいなって思うなんか舞葉さんも同い年で舞葉さんも 同級生だから結構ね同級生ってだけで違う自然チョコ <laughs> いやなんかチョコの方が甘いかなって思って食べてみたらチョコの方が甘かったけどチョコを摂取したのでうんイコールになったかも「東京03」みたいで響きがいい何東京03ってバレンタインらしいことをしたのえ何したの ニャーボタンクッキーありがとう生写真えそうなんサイン入り嬉しい嬉しいねちょっとそれは見たいから見てみようかな結婚式ギフトえ嘘ごめん気づかなかったどこだろう 気づかなかったけど本当だありがとうまさかずなんかゲストがまたバグってるかもしれない表示されてない <laughs> 伊藤さんありがとうひいちゃんありがとうナポリンさんありがとうにゃごたんありがとうかわっちーかわっちー妙ょ,ょの配信がバレンタインプレゼントをいいこと言ってくれるけどみんなに言ってる説は出てくるけど嬉しいかな かわうれちい川れちうんうれちいかわうれちいかわかえそうなんよアリスさんも同級生なんよねでもまだうーん話したことないかも 話したことないんかもしれないなんかお話し会の時間帯とかもあんまり一緒じゃないかもありちゃんさんとはそうなんよね話したいよねえ嬉しいけいさんハーフツインミョンを好きになってください今後ハーフツインキャラで生きていくので 今日配信しかおっじゃ伊藤さんのバレンタインプレゼントってことで嬉しいな今日のメイクとコーデと髪型よすぎる嬉しいありがとう今日のコーデなんか今日え遊ぶの楽しみすぎてねもう何日か前からえっ福に来てこっかな 何着ててててこうかなって思っ思ててでそのあじゃあ今日の準備しした時エピソード聞いて欲しいて私は何時間ってもう準備が結構足りないタイプなんですけど前日にこれ着てってこのバッグでってこの靴履いてでこのメイクしようかなーみたいなのなあるんよ自分結構そういうのを考えてる時間が好きっていうか。 何何にしよっかなみたいななんかウキウキするじゃん楽しみで友達と遊ぶのってでも結局朝になって準備してたら突然「えなんかやっぱ違うかも」とかその日の,あの気温とかでさ変わってくるじゃんコーディネートがやっぱ違うかもってなって結局ドタバタドタバタして今日も全然着るつもりなかったけど このの服にななったのそうなんよ真っ白結揆やばい真っ白結揆でいきましたでもももさんも真っ白だったから今日は2人とも真っ白だった宮島宮島えめっちゃ待ち合わせ大変だからもうどこにいるか目でめっちゃ探してるんだけど。 本当に嫉妬しですごいからまさか3期生とお出かけするえそうなんそうなんだなんかでもあのえ結構ももさんとそのなんかライブ終わりとかお話し会の時とか喋ったりする機会結構あったんだけどまあ、でも喋ったことあるのも言うて数回なんだけど結構喋ってくれるっていうか めっちゃ話してくれるイメージがあったからそうだからそういう感じは全然しないしなんかむしろリードしてくれる感じだから結構そんな感じは気がしなかったけどそれだったらめちゃくちゃ嬉しいかもあとなんかあんまりなんかお出かけとかもそうなんか メンバーと行ったりとかはまにそれくらいって言ってたから嬉しかった <laughs> 違う気がして家出てからもあったそうなんだちょっとそれは大変気分屋さんえ気分屋っていうかなんかそのなんていうのえ今日本当はなんかワンピースで行こうとしてたんだけどちょっと寒いかもって思って。 なん,かなんかジャンバー上着がさどうしようかなってなってこれなら高かいかなって思ってこれにしたえー、そうなんだでも嬉しいいやちょっと待って戻って1回シャンプーしないで本当に <laughs> 1回シャンプーしないで 待って待って,待ってそんなさ時間余裕持ってみんな家出るのすごいね私大体さ友達と遊ぶ時大体さ走ってるんだけど家出る時 <laughs> やばいやばいやばいって言って走ってるんだけどえそうだから私の友達はそれを知ってるからあのー、そう約束の時間を早めに言ってくれるでなんか私が あの遅れてきてきもおえ私が遅れてきたらなんかその子もなんかその時間に来るみたいなそうあったかかったなんかあれ春春かん春だ春春を感じましたでも花粉が非常に怖かったです私今日今日この一日で花粉症のタンクを。 結構貯めてしまったのではないかと思っているのでもうちょっといよいよ引きこもり生活の始まりかもしれない時間ちょうどにつくわねんえ、でもなんか自分は結構15分前とかについちゃういつもなんかレッスンとかもなんかめっちゃ早くついちゃうでも遅い時は超ギリギリけど大体たい15分前ぐらいにいますなんか なんかもし道で急になんか信号が壊れてたらどうしようとかなんかもしも電車がなんか壊れちゃったらどうしようとか思ったらなんか怖くてだからあと広島はエソスをガンダしてる時もあるそうなんよ あと広島はなんか結構道があの上下してる気がするのでなんかそれで疲れちゃって歩くのが突然遅くなったらたどり着けないかもしれないからそうね冬えマジでそう電車がえ電車が壊れるなんか電車が壊れちゃったらみたいな10分前行動基本えそうそうそうなんか まあ5分前だとちょうどいいって言うけどさ5分前って難ない ?10 分前がいいけどでもなんかそのあれだよね基本的に目上の人がいる時は自分が絶対に早く来れるようにしないといけないじゃんひ開き直ってますいいことだ <laughs> いいことだ いやでも本当に朝ほど私今日2時間半前に起きたんですよ家を出るでも結局走ってたからねいつかうんちょっと何喋ろうとしたか分かんなくなっちゃったからもういいや え、そうなの。だから全然平らじゃなくて、それで疲れちゃうじゃん。そしたら私は、歩くのがね、本当に遅いんです、本当に。STU! いや、うん、アイドルの中で一番遅いです、歩くのが本当に。マジで。これだけは自信を持って言えるんですけど、歩くのが遅いので。なので。 そうだから Google マップとかで徒歩10分って書いてあっても私はその倍かかるからだからなんか美容院とかめっちゃ困る早く行き過ぎてもダメじゃんアイドルって結構いるよいやガチですこれ日本の中で一番遅いんじゃないかって思いますだから高校生の時私めちゃくちゃあの 足の長い友達と書いてたんですよ。足の長い友達と書いてて <laughs>。いや、足は長いってなんかやばいけど、なんか本当にやばい。なんかめっちゃ喋りすぎて声が変えてきて、なんか、あの、韓国アイドルみたいな感じのことを書いてたんですけど、姉妹。そう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 。なんだけど、もう、 その子は足が長いからこう一歩はこうなのでも私の一歩はこれなのだからその子にその子はせっかちなのでもう学校出る瞬間に「この何分の電車に乗ろう」って言うんよ。で「分かった」って言うんだけど私は絶対にあのその徒歩ね学校まで25分ぐらいかかったんだけどその子の場合10分ぐらいだったんよ。な、まあ、なんらら人よりも早いから でもも私は人よりも遅いじゃんだからなんか私だけいつも「帰りランニンニグして帰ってたんよ <laughs> やばいよね」「待って」みたいな「遅い」とか言われて「ノア遅い」とか言われてんかこんなに高校生の時も頑張って早く歩くことを意識して書いてたけど結局遅いままなので私の歩く速さが速くなることはないんだなって思うので。 みんなその時はよろしく運動になっていいじゃないですかいやーちょっと待って高校生の時はもう帰りモーさんとアレクサく速度え頑張ってました <laughs> 頑張ったねって言ってよえでもなんか宮島ってさ山じゃんだから大丈夫だった結構あの階段とかだったから全然大丈夫だったあと人が結構多かったから全然 よかった特に大丈夫でしたでもどうだろうなんか団体団体で歩いてると一人だけ置いていかれてることとかなんかあるんだよね <laughs> な,んかなんかマネージャーさんとか歩くの早いじゃんそう平地だと差がつくんですよ 走るのも遅いし、歩くのも遅いってもう致命的だよね。なんか、なんかあった時、みんなおんぶしてって私のこと。山だっけどちらかというと確かに <laughs>。確かに。でも、海の上は歩かないから。こうなれそう。確かにね。でも、自分は毎回内側歩きますえ。そうよ。みんなの背中見てるから。なんかかっこいい。引っ張ってしまいそう。 やだちょっとじゃあ置いてってほしいかもお姫様とホ本当になかあったらよろしくお願いします私はあの走れないし歩けないので <laughs> マジでなんかっていう話もなんか避難訓練の時に友達にしたんよそしたらマジで手のかかるやつだなって言われたマリカン思い出してそうだねブーストかけようね ブーストが今日ね、暇つけてきます。犬ですか。<laughs> 広島の海、穏やかでした。今日は。もう本当に。うん、なんか歌い出してしまいそうだった。かも。海の海は歩かないから、ちょっと。それは訂正で避。避難訓練の時、こう。避難訓練の時。ね。置いてかれてるよ。でも、なんか。 そう大変くなった。え何何秒速五センチメートルって。面は穏やかでした。なんかサチって感じサチって感じでした。えー、そうだななんか牙かな牙牙線？<laughs> 牙線あったみんな小学校の時私牙線あって。 あの上に乗りたかったんだけど私は一生騎馬戦の上に乗れることはなかったマ央さんと一緒に乗らなかったえなんか牧体「墨退」墨退のなんか歌ってた「ビバハリケーン」歌って歩いてました多分私だけ <laughs> 多分私だけをイさんにおんぶしてもらう。 アニメがあるんだアニメは最近見たいのはマッシュルのシーズン2が見たいおスクスタイムお願いしますよしじゃあ一番肩車ちょっと目立ちたくないから肩車騎馬戦ならいいよ 1>, 1枚目はいチーズ2枚目何にしよっかなもうサンタさんだからもうもうポーズふんふんふんうん3枚目 インテーもとせーのがさんはいあダメですノー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 ,ノーちょっと今日はアイドルに学んだので綺麗に撮るってことを意識したいと思いますふん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 落ちちゃうよ髪の毛が。 じゃあ犬ポーズいや鹿ポーズでもしとくせの永さんはい威嚇りお <laughs> さんリオさんやんじゃあ威嚇しとくね最後に <laughs> うーんハッチさんのやきもちハッチさんかわいいよねハッチさんかわいいよねハッチさんしかかわいいよねハッチさんかわいいよねハッチさんかわい、ね、いですよわたしのかわいいですよかもしれませんポーズえー なんだろう、かもしれませんポーズ。なんだろう。かもしれませんポーズ。ええ。むずくない、ちょっと待ってよ。かもしれませんポーズ。ちょ、むずい、むずい、むずい。やっぱこれですね。ええ、ミョンポーズとか欲しいんだよね。ミョン。 ミョンポズ。なんかでもさ「ミョンってさんこんな感じしてそうじゃない?「カモ。カモポーズまさかの動物あカモと「知りませんん?」のこれ <laughs> で「かもしれませんポ」ポーズポーズこれですでん顔はあこうですね「これがかもしれません」ポーズ これで「かもしれませんポ」ポーズでした草しか生えんいやー森森になるよそれはいつかそれでいつか草原になって森になって壮大な地になっていくんだよメイルくんが草を生やし生やしすぎたばかりに怖いついにさ「草しか生えん」って言われただけでこんなさ と言われたら怖いよねごめんね反省してる反省してますじゃあ桃ポーズでさっきやったやないかーいもう一回やっとこうも,もさん好きだからも,もさん好き <laughs> 突然怖怖すぎる大森林えなんかさみんなお風呂にさバスクリーンとか入れます 私お風呂にバスクリーン入れるのが一日の楽しみなんですけど結構森の香りが好き私 <laughs> 突然の報告ありがとうございますって感じだよねみんなは何が好きてかみんなバスクリーンとか入れるんですかなんかさバスクリーンってさ入れる過程と入れない過程があるよね自分は入れる過程なので森の香りが好きですなんか怖っなんかごめん なんかごめんじゃあちょっと甘くするねうんやっぱさいいよね実家やっぱ実家とか入れるよねうんいいね日日に1回とかでもなんか夏はシャワーだけでもいいけど 冬は寒くてシャワーだけじゃ無理ですねあとはリフレッシュになるリブネに1るこえっ10年10年じゃあもうシャワーなんだでも結構シャワーだけって方も多いよね多分3000円ぐらいすごっいいな温泉行きたくなってきた 一年中シャワーえ一年中シャワーなんやシャワーはもう寒くて無理だ桃の香りあー桃の香りあるよね桃の香りとかあとはフローラル系かな、うん、まあ確かにめんどくさいよね一人暮らしでお湯を入れるのもったいないし ラブいいねてかあれよね何時間ぐらい使われるえ何時間も疲れないなんかねえ私本当に体温の体温を本当に外に出す力がなくて自分の体にだから公演りとか熱 熱あるんですよ私いつもでだからお風呂とかももう5分とか入ってるのも結構やばいです5分入ってるのも結構きついでだからそうなんか岩盤浴とかだったら逆にそういうやつだからいけるんだけどお風呂ってなるとお風呂で汗かくってのは絶対にできなくてもうなんか苦し くてなんか苦しくなっちゃう。がそう冷めたいやつなら入れます。出雲大社えそうなん出雲大社ってどこ出雲大社ってどこ広島県ですか？私広島の観光地まだ宮島しか行ったことなくて。 尾道とかも行ってみたいんだけどなんか行き方が難しくて断念しちゃったなんか車の免許取っていきたいいいな2時間も疲れるそう公園中もね汗出ないです出ないだからねやばいよなんよ 体温計があったからなんか測ってみたらなんかめっちゃ熱があってびっくりしちゃったでもなんか運動会とか体育祭も最後まで出れたことなくてなんかいつもなんか 9°8 分とかになってあの倒れてます保健室で島根県 そうなんだ尾の道乗り換えかえなんかそうそれがなんか難しいと逃走カンナ月カンナ月聞いたことあるかもだけど全然知らなかった 羽や目にお湯が入ってなわけで,できません右半分ですかえー、でも自分は左半分派ですかね結構なんかやっぱ左側ってこう聞き顔人の聞き顔っていうんですけど左側がよくたまに右側の人もいるんですけどやっぱ左側を清めることによってこのねカノルリさんの左 側がね。清まりますので、よければ。左半分、半身浴してみてください。ね、そういうことじゃないんですよ。あの、半身浴って。そういうことじゃないんですよ。<laughs> ななちゃん大好きだよ、してます嬉しい、かつりんさん、いつも。ツイッターにもね、めっちゃ。 素敵なコメント嬉しいよありがとうそうなんだ七時間やばいそうだよね遠いよね塗りつっ込みいやこういうの大好きこういうの大好きですね。 最高だよナーミンラブになってるかもしれませんじゃあナーミンビッグラブになっちゃえキュレ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 トモじゃないんかーい大滑りありがとうございます <laughs> 素敵なコメントできる人に生まれたかったエキッチンさんも素敵なコメントできてる人に生まれてるよちょっと待って日本語やばかったんだけどえでも めっちゃわかる。なんか自分も、なんか、自分もそういうこと結構思うけど、自分は、あの、自分なので、磨、え、なんか、え、急にこんな話してごめんね。自分は、なんか輝くものがないので、まあ磨けばいっか、精神で頑張ってるので、一緒に磨こうね、なんか。 磨こう精神で頑張れけん最近広島弁がめちゃくちゃ映ってきてそうなんか「ジャケー!」ってめっちゃ言っちゃうジャケーってめっちゃ言っちゃうあとはひいちゃんのなんていう何弁って言うんだろうね長崎映る 10月めっ, <laughs> めっちゃ先やん。めっちゃ先やん。今日、あのー、なんだっけ。おみくじおみくじしました。な、なんだっけな。なお、なおきちなおきち誰がよく、広島弁。 いちごは完全に映ってるしえでもりさこ結構方言強いねえー、でもさっちかすみかすみえっちょっと待ってかすみんの一番気になる方言は「そうなんかいねえ」が一番気になるんよ何か「何々かいねえ」ってめっちゃ言うんだけど初めて聞いたそう平吉っつって 平吉って弱そうってちょっとあの言ってたんだけどあの全然なんか調べたら大吉何々何にで自分の直吉平吉であんま変わらんくて <laughs> あんま変わらんくてそうあれってなったメル君結婚してありがとうまたギフトがバグってるから だからママと一緒に10月いざま大将行きたいか結婚してるってことかなうんちょっと島根県はまだちょっとよくわからないしママさんと行きたいのでごめんなさい <laughs> ひろっちさんきありがとうゆういちにゃんキャンディーありがとうフライドポテトさんキャンディーありがとうキノコガーパッパキャンディーありがとう三代目りゅうさんキャンディーありがとう カツリン、ハト、ありがとう。オージー・リバーさん、ハットとクッキー、ありがとう。ハルオさんも、ありがとう。ユゆユーさん、ありがとう。タンタンさん、クッキーとキャンディー、ありがとう。ミアッチ、キャンディー、ありがとう。伊藤さん、キャンディー、ありがとう。タカちゃん、ネイモスター、ありがとう。ニャーゴタン、キャンディー、ありがとう。クッキーもありがとう。ナポリンさん、ありがとう。ヒーちゃん、ありがとう。伊藤さん、ありがとう。ごめんね、なんか、バグってる。 そう、明日は。結果発表が。あります。高知県。高知県ね。高知県鰹節が有名って聞いた。ミョンキチは効果。ミョンキチはね。結構いいですよ。ミョンキチは大吉の。と。大吉となんかの。 次ぐらい上から番目ぐらららいい上か番目ミョン吉になると何がいいかっていうとまずミョン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 さんミョンさんからたくさんの愛がもらえるのでそれがいいことの一つとあとはなんか「幸せハッピースマイル笑顔ピース」ってなるので <laughs>。 ええー、物語がうまくいきます。広島スキー場あるよ。髪がうねな、うねらなくなるとか、あ、あるかも。<laughs> えみんなちょっと、明国はね、自由の、自由なの。キッチン、ありがとう、ハート。グランデさんハートありがとう。ありがとう、どう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 。 よあよさこいいも聞いたなんか愛知のお友達でよさこいやってた子がいてそうそれでなんかよさこいの動画を見せてもらったことがあってそれまでよさこいって全然知らなかったしなんか見る機会もなかったけどよさこいってこんなすごいんだって思って。 運動量も結構すごいしねちょっとよさこえは結構興味があるかも今日かわいすぎんか嬉しいデートにこれでくるよデートの時は張り切っちゃうよちょっと喉が痛くなってきたからそろそろ終わりたいと思いますもう最近喉の調子本当に悪くて。 ジュンンーサイニャーゴタ十三位ニーヨタさん、ジューロボリン、十ューイサちゃチさん、九位雪メロディー、アチキルンさん、七位めメイルくん、六位ひがガさん、ゴイスメロディーちゃん、四位ざっキー、3位くまマポン、ニーズキチさん、そしてイはどんなきじゃないよ。ジュジュジュジさん、ありがとう。 ありがとう <laughs> 今日もお話ししに来てくれてみんなありがとう楽しかった今日もみんながいっぱい話してくれるから今日も、ま、はあ、から夕方までママさんと楽しい思い出作れて夜はみんなとこうやって楽しく毎日配信でお話しできて今日も 嬉しかったし、今日も来てくれてありがとう今日はそう思ってないから言えなかった威嚇しと自族三名。<laughs> 次の話し会は自族さん威嚇して待ってようかな <laughs> ありがとう、かつりんも 熊本おやすみキノコがパパありがとうドゥイさんありがとうありがとうみんなおやすみなさいハッピーバレンタインでしたニューユーさんありがとうクリアさんありがとうヒラチさんおやすみなさいみんなもゆっくり休んでねまた明日番組も見てねバイバーイおやす